IBM ポータブル PC は IBM が1984年に発表したパーソナルコンピュータ。コンパックポータブルに対抗して開発された IBM の最初のポータブルコンピュータで、後継は IBM PC Convertible。正式名称は IBM ポータブル、パーソナルコンピュータ。型番は IBM5155 モデル68。略称は IBM ポータブルなど。 IBM ポータブル PC は基本的に IBM PC XT のマザーボードをコンパック風の下半ケースに移植したポータブルコンピュータで 256KB のメモリ内蔵のアンバー色のモノクロノームモニターに接続された CGA カード1つまたは2つの 360KB5.25 イ,インチディスケットドライブなどで構成された デュアルモードモニターと専用のディスプレイカードを使用したコンパックポータブルとは異なり、IBM は低解像度で在庫の CGA カードと9インチのモノクロームモニターを使用したが、そのため外部のモニター、またはテレビに接続すればカラー表示が可能であった。マザーボードには8つの拡張スロットがあった。電源ユニットは 120V または 240V で、 消費電力は 114W であった。ハードディスクドライブは非常に一般的なサードパーティー製の追加機器で IBM は搭載しての工場疾患はしなかった。典型的には2つのフロッピーディスクドライブを搭載し、ドライブ A はオペレーティングシステムを稼働し、ドライブ B はアプリケーションやデータ用ディスケットに使用できた。専門家は IBM は IBM ポータブル PC を コンパックポータブルに対抗できるコンピュータとして開発したと述べた。コンパックより洗練されていない場合には、IBM は低価格という利点を持っていた。ポータブルというセールスポイントのために、中くらいのスーツケースサイズの基本ユニットにモニターを組み込んでシンプルに平らな面に配置し、キーボードはケースの蓋のようになっており使用時はケースから取り外せたが、 もしプリンターを同時に使用することが必要な場合には、ポータブルとは言いがかった。ABC スコット・ミューラー、アップグレーディングリペアリング PCS、セカンドエディション、K、1 9 9 2零から880228563、ピアニッシモ、7681、ローゼンバーグ、ロナルド、ダウツレイズド・アバウト・ PCJR、ザ・ボストングローブ、ありがとうございます。